武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は明治薬科大学の化学の勉強について話していきたいと思います。主に B 方式前期について話していきます。時間70分で大問が5題出題されております。で、こちら問題の構成的にはまあ理論が多めですね、になっております。で、聞いてくること自体はまあ計算も結構出てくるんですが、知識も、結構多めに出てきてて、まあ、時間的にかなり余裕ないかなというような問題量ですね。で、物質の性質だったりとか、に関しても結構、聞いてくる問題が多くて、割とその、まあ一般的によく出る分野、じゃないところも、聞いてきたりするので、なんていうかその、決め打ちが しにくい入試かなという形ですね。なんか過去問やってたら他の大学の問題解いたらここをよく出てくるからこれやろうみたいな感じなんですけど、そこ聞いてくんのみたいなことが割と出てくる問題なので、基本その広く問題集はやっておいた方がいいかなと。要はその入試によく出るみたいなところだけしかやってないと対応しづらい問題っていうことですね。で、まあ実験の読み取りだったりとか、あとは知識の比較だったりとか、そういう部分が割と、出てきやすい、風になっております。で、計算も結構その難しいわけじゃないんですけど、その計算量が結構多いやつも出てきたりはしますので、まあまあ、知識計算両方ともにですね、パッパパッパ、出てくるようにするっていう練習がかなり重要になるかなというふうに思います。で、結構その過去問解いてみて、知ってんだけど解けないなとか、いまいちちょっとちゃんと覚えてなかったなみたいなところが、出る人も多いかなという思う試験なので、早い段階で基礎だったら過去問触れて、あ、こういうとこも出てくるんだとか、こういうことも聞いてくるんだなみたいな形で、その聞かれてくることに対して、まあ、自分の抜けがあったりとか苦手な自覚があるところを徹底的に潰していくって形で対策するのがやりやすいかなというふうに思います。レベル的にはマーチレベルの参考書仕上がっていれば十分対応できるかとは思いますので、まあ、そこは、しっかりやり込んでおきましょう。で、まあ、論述も出ますので、まあ、論述や図の問題も対応できるようにしておいた方がいいでしょう。そういう意味では、時間に余裕がある人は例えば地方国立で出てくるキャンパスなどの問題書を使ってもいいかもしれません。以上が、科学の勉強となります。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。